はい、速稼塾の久保です。暗号通貨ニュースですよね。一体ねどこまで落ちるんだろうという弱気相場が続いております。たまに復活してきたとしてもまたねガクンと落ちてしまうというところで、暗号通貨ねご購入の方はかなりの、ご不安を抱えていらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもね心配ないです。暗号通貨もうちょっと長い目で見ていきましょう。少なくとも半年とか1年ってスパンで見ないとこういった投資事ってのはやっていけないですよ。特に暗号通貨っていうのはね動きが早いんで価格が下がる時っていうのはすごく早いんですよね。要するに誰かが利確をしたってことなんですよ。それはね単純なことです。これ相場っていうのはね人の売買に関わらず起きてるものではなくて、その通貨例えばリップルならリップルを誰かが大量に売るから値段が下がるんですよね。誰かが大量に買うから、もしくは買う人が申し込み殺到するから値段が上がるんですよ。それだけです。ですので今ねビットコインが400万円を切りましたけども、ビットコインを他の通貨現金資産に振り替えた人が多いってことなんですよ。要するにビットコインを例えばね450万とか500万で売った人が利益を確定させてよそに資金を移したんですよね。そしてビットコインがまたね今400万円を切りましたけども安くなったなと思ったらその資金が流入してきて安く買うんですよ、その人はね。で値段が上がったらまた利ざやが稼ぎますんで売るという、こういうふうな繰り返しで利益を上げている人が投資である以上ね必ず存在するんですよ。ということは呼吸するように上がったり下がったりしながら全体として上がっていきます。なぜならビットコインで儲けた人ね、利確して二度とビットコイン買いませんっていう人もいるかもしれませんけども、大抵はですねまた買いに来るんですよ。でやればやるほど上手になるんで資金量も増えますんで投入する資金は増えていくんですよ、買ってる投資家さんってのはね。っていうことはビットコインの出来高っていうのは増えていく一方じゃないですか。まさにビットコインの出来高ってずっと上がってきて、最初は私なんてねビットコインが10万円を突破するかどうかっていうのをみんなで見てたんですよ。いや10万円は行き過ぎでしょみたいな方もいらっしゃって、それから10万円が適正価格だと思いますよみたいな方もいらっしゃってね。でも今どうですかね、ビットコイン100万円に下がること考えられますね。でも昨年の1月ぐらいまで私はねビットコインが100万円を超えたらもう手に入んなくなるよと、買えなくなるよ、だからビットコイン買いましょうよっていうふうに動画の方で毎日放送しました。あの頃買った方ってのはどうですかね。どう考えても含み損にならないでしょ。今いつ売っても利確でしょ。いいじゃないですかね。それからイーサリアムも私は適正価格100万円ぐらいだというふうに申し上げました。別の動画でなんでそうなるのかってことをお話ししましたけども、私は私の理屈にねある程度納得してるんで、イーサリアム売りません。100万円近くなるまで80万90万でイゴイゴしだしたらもうね、売るかもしれませんけども、まあ50万円をクリア60万円をクリアするまでは価格は動いてないのと一緒だっていうふうな意識ですよね。で体のエラー、まあ、2000円から1万7000円の枠、その間にターゲットがありますので、今の価格っていうのはまだまだ練習段階です。気にすることはないです。イーサリアムもね、7月にバージョンアップして送金が安くなるんですよね。ってことは、イーサリアムの利用頻度も上がってくる。また、分散型金融、DeFi もね、こちらの方も流行ってきてますんでね。だからイーサリアムももっともっと使われるでしょう。そして、イーサリアムが使われるようになると、やっぱ必然的にカルダナエダっていうのはもっともっと目立ってくるんですよね。でイーサリアムで得た利益で体のエラーに移行してくる方が増えるんじゃないかなと思います。まあ、なんせね心配ないぐらい稼ぐまでこういうのは投資ってのは案件を変えながらじわじわとユーザーってのはね深入りしてくるんですよ。まあ、このエラーねどっかでブレイクするんじゃないですか。また、200円を超えて300円が安定する、そういった図を私は、ね、見たくてしょうがないですし、そうなるんじゃないかなと思ってますね。ではですね、私はそういうふうに思いながら強い気持ちでまだまだやってますけども、唯一大量決済したのが XRP ですね。リップルは今86円です。どうですかね、私が決済した179円190円ぐらいの時にその価格で手数料込みで決済したんですけども、大正解だったと思いますね私はね。でおかげさんでいろいろとその時に利確した資金を使うことができました。より私のパフォーマンスは上がったわけなんですけども、やっぱりねどっかで現金にして使わないとね、全ての投資案件をずっとやるわけじゃないですから。私はリップルは金輪際さよならにしまして、リップルさんありがとうというのでね、リップルという市場から取り出した利益で今いろんなものをまた取り組ませていただいているということですよね。で本日は以上です。